オーベルンブルクアムマインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に属すし、オーデンバルトの麓メムリング川が、マイン川に注ぐ河口に位置する。本市は、公式には4つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。オーベルンブルク城の出土品。162年制作のレリーフ。 オーベルンブルクのローマ博物館像83年から85年にローマ人によって村の言葉でネマニンガと呼ばれるオーベルンブルク城が建設された。オーベルンブルクの旧市街はこの城の位置と概ね一致する。アレマン人の時代259年から260年に城は破壊され、これに続いてさらなる入植がなされた。 1313 13年3月25日に、オーベルンブルクは、マインツ大使教ペーターフォンアスペルトによって都市に、昇格された。都市圏の付与は1317年7月27日に、皇帝ルートビヒ4世によってなされ、その文書は、アシャッフェンブルクに展示されている。1803年の、帝国代表社会議主要決議までオーベルンブルクは、マインツ選定公領に属した。 この年にオーベルンブルクは新たに創設されたアシャッフェンブルク公領となったが、これは1810年にフランクフルト大公領となった。1814年にオーベルンブルクはバイエルン領に移された。1972年7月1日までオーベルンブルクは同盟のオーベルンブルク軍の軍長所在地であった。この軍は バイエルンの地域再編によって廃止された。1978年5月1日に隣町であったアイゼンバッハが合併した。オーベルンブルク区裁判所はミルテンベルク軍を管轄する裁判所である。オーベルンブルクにはミルテンベルク軍の文庁舎、軍を管轄するオーベルンブルク税務署とアシャフェンブルク労働局の文書オーベルンブルクオフィスがある。市内には 多くのスポーツ施設がある。ベレンティンバルマンハレ、アイゼンバッファスポーツ文化、ホール、テニス場、ボーリング場、学習スポーツセンター沿いのオーベルンブルク市スポーツ場、アイゼンバッファ区の TSV オリンピア、ノイシュテッターホーフの乗馬場などである。スポーツクラブの体操スポーツクラブオーベルンブルク 1879EV は、男子ハンドボールブンデスリーが2部でプレーする。 ハンドボール部門でよく知られている。アルモーゼン島を見どころとしては、都市防衛施設の移行、視聴者、アンナレーハイドー、アイゼンバッハクのバロック協会がある。ローマ博物館は、オーベルンブルク及びその周辺のローマ人入植についての博物館である。アイゼンバッハ郷土博物館はこの地区の昔の町役場を利用している。オーベルンブルクは、 1990年からフランケン、赤ワイニューユーホ道沿いにある。アイルランドのダージー島の対岸からトルコのイスタンブールまでを結ぶヨーロッパユ歩道ドーイ8がオーベルンブルクを経由している。オーベルンブルクの工業地区は市の南部アイゼンバッハクの近くにある。最大の企業はライスロボティクス社である。 マイン側の対岸にはインダストリーセンターオーベルンブルクという名の別の工業地域がある。この工業地域には伝統的な様々な種類の化学生産業がある。ここにはこの他に様々な業種の企業がある。このインダストリーセンターはオーベルンブルクの名前を持ち郵便番号もこの町のものであるが厳密にはエアレンバッハアムマインを呼びエルゼンフェルトにある。 ありがとうございます。